ルナプロスペクターは、アメリカ航空宇宙局のディスカバリー計画の一環として1998年から1999年にかけて行われた月探査ミッション、及びその探査機の名前である。計画の管理運営は、エームズ研究センターが担当した。1994年のクレメンタインによる探査から、月の極地付近に水が存在する。 可能性が注目され始めた。もし月に大量の水があれば、月面基地を作った際に地球から運ぶことになる資源が大幅に減らせ、人類の月における活動の実現性を高める重要な発見となる。同様に月面の化学蘇生を調べて鉱物など資源の分布を知ることも現実的な調査目標となってきた。 さらに放射性ガスを検出することで月の地殻活動についても調べることになり、これらの調査のため放射線センサーを主とした探査機として、ルナプロスペクターは計画された。また、月の内部構造を知る手がかりを得るため磁場、重力場センサーも搭載されている。ルナプロスペクターの打ち上げ1998年1月7日に打ち上げられ、 105時間で月に到達した。その後、月の両極上空を通過する高度 100km の軌道に投入され、各種観測機器による月面マッピングを開始した。3月、搭載した中性子線分光計で月の極地方に水素の存在を意味する観測結果が得られたことが発表され、さらに1998年9月4日、 NASA は中性子線による観測結果に基づいて、月の両極地方に最大60億トンの水が存在し得ることをサイエンス市場で発表した。1999年7月31日、探査ミッションの最終段階として、探査機を月の南極のクレーターに衝突させ、氷として存在する水を蒸発させて、これを直接観測しようとする実験が行われた。 ハッブル宇宙望遠鏡及び地球上の天文台が衝突のタイミングに合わせて観測を行ったが水蒸気は観測されずに終わった。結局このミッションでは月面に水の氷が存在することを直接には確認できなかったが中性視線の観測が水素の存在を示唆したことは間接的ながら水の存在を支持する結果となった。 以後の月探査計画でも水の存在は調査される予定である。また、22ヶ月の計画期間とわずか6300万ドルの開発予算はディスカバリー計画のミッションとしてふさわしいものとなった。この探査機には、クレメンタイン計画の中心メンバーで1997年に、制御した友人シュメーカー博士の遺械を入れたカプセルも搭載された。 月面を歩くことだった彼の夢を少しでも叶えようというものだった。月を探査するルナプロスペクター探査機。ありがとうございます。